1944年、ベオグラード解放の際のペコ・ダプチェビッチ将軍とジダーノフ将軍。ウラジーミル・イバーノビチ・ジダーノフはソビエト連邦赤軍の戦車隊を率いた上級大将。第二次世界大戦中はソビエト連邦赤軍の少将,将であった。1941年、ジダーノフはシズランスク戦車学校の副司令官となった。 1941年から1942年にかけて軍幹部学校に学び、1942年から1944年にかけては第13戦車軍団を率いた。1944年から1945年にかけては第4新鋭機械化軍団の指揮を取った。1945年から1947年には、 第5新鋭機械化師団の指揮官であった。1947年から1949年には第6新鋭機械化師団の指揮官であった。1950年と1951年には再び軍管部学校に学んだ。その後、1953年まで極東軍管区の参謀長を務めた。 1951年から1953年には極東軍管区の最高司令官補も兼務した。ジダーノフは南ウラル軍管区や中央軍集団でも最高司令官代理も務めた。さらにザバイカル軍管区でも最高司令官補主席を務めた。1961年から1964年には当時の東ドイツの国家人民軍の上級軍事顧問となった。 1964年にはソビエト連邦の戦車学校の司令官となった。ジダーノフはソ連邦英雄を受賞した。1944年のベオグラード構成の時、ジダーノフは第4新英機械化軍団の司令官だった。彼の師団は1944年10月20日にベオグラードを奪取した。後にジダーノフはユーゴスラビアから人民英雄勲章を贈られている。 また、ベオグラードには、彼の名にちなんで命名された街路が2カ所ある。ジダーノフは、1964年10月19日に、飛行機の墜落事故により、アバラ山で死亡したが、これは1944年10月20日の、ソ連軍による、ベオグラード解放20周年の記念式典に向かう、途上のことであった。この墜落事故では、ソ連邦元帥、セルゲイ・ビルゾフも死亡した。 ベオグラード中心部のレサフスカ通りは1946年から1851年までと1966年から1997年まで彼の名を冠して呼ばれてた。2010年にはノビベオグラード地区内の街路の一つを彼の名に解消することを目指す運動が始まった。2016年、ベオグラード市長ゴランベジッチが市議会でこの提案を受け入れることを公表し、 それまでポトルスカ通りと呼ばれていたノビベオグラードの街路がジラーノフ将軍通りと解明された。また、ゴカデルセフ通りもヒョードルトルブーヒンにちなんでトルブーヒン減水用通りと解明された。ありがとうございます。